機械コンピュータ工学研究所にあるレベデフのフレスコが、セルゲイ・アレクセイエビチ・レベデフは、ソビエト連邦の電気工学、計算機工学者であり、ソビエトの最初のコンピューター設計者であった。社会主義労働英雄、ソビエト連邦国家賞受賞者。レベデフは1928年に、モスクワ高等技術学校を卒業した。その後、 1946年までモスクワとキエフのオール・ユニオン・エレクトロ・テクニカル・インスティチュートで働いた。1939年には電気システムの人工的安定性理論の開発により博士号を取得した。第二次世界大戦中、彼は複雑系の自動制御に関する分野で働いた。彼のグループは戦車用の武器照準安定化システムと 空中ミサイルの自動誘導システムを設計した。このために彼は、常微分方程式を解くアナログコンピュータを開発した。1946年から1951年まで、彼はウクライナ科学アカデミーのキエフ電気技術研究所を率いて、電気システムの安定性向上に取り組んだ。この業績により、彼は1950年に、スターリン国家賞を受賞した。 1948年、レベデフは外国の雑誌から西欧諸国の科学者が電子計算機の設計に取り組んでいたことを学んだが細部は秘密であった。同年の秋、彼はコンピューターデザインに彼の研究室の仕事を集中させることに決めた。最初のコンピュータであるビスム -1 は1951年末に完成した。1953年4月、 国会委員会はマイナス1を運用可能と認めたが、機械器具建設省からの反対により、独自の弱く信頼性の低いマシンを開発した。1996年、IEEE コンピュータソサイティは、コンピュータデザイン分野の研究とソビエトのコンピュータ業界の創設を称えて、コンピュータパイオニア賞をレベデフに授与した。ありがとうございます。